ネーク。聞こえる？待たせたな。スニークポイントに到着。シャドウモセス事件の後、メタルギアの技術情報がブラックマーケットで密売されたよね。それで全世界にメタルギアの亜種が拡散した。今や核武装国にとってメタルギアは特別な兵器ではない。今回の新型はそれらに対抗するために設計されたものらしい。俺たちは新型メタルギアが極秘裏に輸送されるという情報を掴んだ。今思えば疑うべきだった。シャラシャーシカたちが降下した。これから私も戦争が言えるか。そこはどうだ。情報は制御室、通信室、機関室いいか。あれをダッシュしたらタンカーを沈める。誰の操縦を？ VR 訓練を受けたのはあいつだけだ。奴仕掛けに突っ込んで誘導するつもりなんだ。奴らの手にメタルギアが渡れば大変なことになる。約束したろ。この作戦が終われば舞台を去る。いやよ、タイは家族も当然。どこにも行くところはない。いいんだぞ、ここは自由の国だ。Thank you.
しぶりだな、兄弟。お前は？そう、俺だよ。